はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。 PC88 の英雄伝説2ですね、パート4ですね、やっていきたいと思いますね。じゃあどうするんだ、定期船が帰ってくるまでかということなので、多分なんかね、フラグが動いたと思うんです。変わんないですね。コンピートさんは変わってる、あー変わんないね。じゃあね、ワップの翼を使ってどこ行こう、ネリア、いやクルスだね、クルス、あ、帰ってきてるね。はいはい、王子、立派な国王となるためにも世界中のいろいろなものをじっくりと見てきてくだされと。それだけか。はい、ピートさんも大変ね、早く鉱山が復帰すればいいけど、だけかな。じゃあね、ルディアに戻りましょうか。あ、何も変わっちゃいないね。変わった雰囲気全然ないですね。はいはい。変わってないですね。はい。上に行って、王子さんじゃないわ、王様にね。はいはい、よいしょ。ねえ、アトラさん変わってないわね。あ、ラウエルさんも変わってないわね。ワップの翼で、じゃあね、エルアスタか、エルアスタ行ってみましょう。あ、変わってないわね。はい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 、およよよよよ、はい、武器ちっとも売れないね。おお、おお、あ、寝ちゃった。あ、いいか。はいはい。どうだったかな。お墓なんもないよね。あ、うん、避けていくもんね、勝手にね。うん、避けていくからね。なんもないよね。どうすればいいかな。しばらくは、うん、ルディアのところでお勉強になるんですね、と。王子様いつになったら水に連れてってくれるのだ、言われてましたね。お城からお遊びに見えたのですか、あ、お久しぶりでございますと。およよよよ、はい、危険なことせずに良い旅をなさってきてくださいと。参ったな。おい、じゃあね、じゃあですね、ネリアにもっぺん行きましょうか。船が来ないと意味がないのね。来てるのかな、あ、来てるわ。まもなくロンドン行きが出発します。ご利用の方を早めに乗船くださいと。お客さん切符を出してください。船に乗りますか。はい。どういうことどう進んだのかな。はい、ロンドンの港に着きましたね。ほいと。まったくこのポンコツにまた修理しなきゃなんで。いや、お客さん申し訳ないけど、またしばらく結構だよ。これからこのポンコツを直さなきゃならないんだ。ということね、しばらく帰れないけど、ワープの翼があれば帰れますわね。で、ここは何？船は修理中だけど、切符だけ合ってるよと。いや、まあ、後でいいですよと。やっぱりそうですよね、修理が終わってから買ってもいいですもんねってね。武器屋、おー、すごい装備売ってるね。いらっしゃい、ちょっと古い武器だけど、どれを買ってくれますか。あ、古いのね。そういうことなのね。で、修理工のボブ、この前修理したばかりなのにまたあれを修理しなきゃならないとは。船長もいい加減諦めて新しい船にすればいいのにと。はいはいはい。で、あ、ん？ダバール、おい坊主、見かけねえ顔だな。ジバール、なあ、僕、お兄さんたちは、酒が飲みてえんだけどさ、持ち合わせがねえんだよな。心配すんなよ、ちゃんと返してやっかれと。おい、みんな持って帰りだって、ゴバール。おばあさんからのお金も取られちゃった。ランド、おい、おめえら、こんな額にたかってんじゃねえよと。なんだてめえは。おっさんは引っ込んでなと。なんだと。誰がおっさんだって。この野郎ふざけかけた兄貴やっちまいましょうぜ。
その時ランドはフラムの呪文を唱えました。うわ、ほらこっちだぜと、てめえ待ちやがれと。ああ、お金取り返してくんないの。あららららら、お出たのかい。あ、出てない。ああ、どこ行ったんだい。誰か知ってるかな。未成年に酒は出せないのは悪いけど諦めてって、ね、あ、近頃たちの悪い赤スライムがそこら中にいて困ってた。ああ、ありましたね。この町の武器はずっと昔からの古い武器しか売ってないから客が来なくて生活が大変らしいぜと言っても、すごいね、装備ですよね、あれね。ああ、もんなしになっちゃった。あ、でもいないわ。いないからやっぱり間違いないね。外に行きなさいってことでしょうね、これね。じゃあまあちょっと戻ってみますけど、おお、船長さんね。はいはい。あなたおじいさんいたかな。昔この町の西に流血の洞窟がありましたね。洞窟があったんじゃ。そこの恐ろしいモンスターどもが住み着いて子供を生贄に出すようにと言ってきたんだ。ところがある日、4人の若者が来て、その恐ろしいモンスターどもを退治してくれたのであと。その後しばらくしてファーレイのセリオス様たちが世界を救いくださったのじゃ。その時にやっと分かったのじゃ。その4人の若者たちというのはセリオス様をはじめとする英雄たちだったと思うと。そして町の者たちは流血の洞窟がずっと残っているのは不吉だと言い、すぐに抜いてしまったのじゃと。あ、ここ来ましたね。はい、はいはいはい。ああね、そっか、やっぱ出ていかないといけないね。さて、じゃあどんどん行きたいんですが、お金なくなっちゃったな。ここからは敵さん変わんないよね。あ、変わるんだわ。あ、でもまあスライムなのね。はい、3ポイント。あ、1匹1ポイントかで、あ、ここに何かあったんだ、あの、呪文をしててくれるおじさんだっけの家がありましたよね。結構覚えてますね。覚えてるもんだな。で、西に行ったら流血の洞窟行ってましたね。あ、この辺だったのかな。はいはいはい。まあ、レベルはあれかな。ああ、ここも何もないしね。で、あ、はいはい。あ、まあ言うたら平和なんですよね。ああ、そらそらさ、二択できるんだわ。あ、赤いスライムできましたね。左は西に行くか東に行くかでね、あそこで。それ、そこそこ分かれ道になるんですよね。で、こっちはシリカの村。あ、じいさんいっぱいいるね。ここに打つとあれがこうなるから、あそこに打って、そうしたらブツブツと。あー、押せるか。イライライライ、いつまで考えとるんだ。全くイラ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 と。せっかく何日もかけてあそこまで行ったのに、押せるはもうしたくないね。今度新しいゲームを作ろうと思っとるんじゃ。ゲームを作るのは大変なんだよと。わはは、地震でゲーム版がひっくり返ってしまったんじゃ。わしが負けそうになっていたのでちょうどよかったわい、わははとね。わしがこのシリカの村の、村長じゃ。昔はわしとゲームをした者にだけ呪文を教えていたのじゃ。でも今はゲームの相手を、しても何も教えてあげないのじゃと。あ、教えてくんないんですね。今は買うんだったかな。おやおや、珍しい、こんな老人ばかりの村にお客さんが人間になるなんてと。何がゲームじゃ。わしはどんなに誘われてもやりゃせんどと。いつまでもここにいるのはゲームがしたいからじゃなく、あのバカ息子はいつ戻ってくるかわからんからじゃと。あれ誰だろう。全くうちのおじさんたらいつも素直でないんですのよと。本当はゲームをしたいくせにずっと意地を張っているんです。早くゲームの仲間に入れてもらえればいいのにと。まあねー、よいしょ。あ、じいさんばっかりだな。わしは変身というと新しい呪文を作っているのがなかなかうまくいかないんじゃ。わしは新しい呪文を完成させて人々をあっと言わせてやろうと思ってるんじゃ。呪文の効き目というのは賢さに関係があるから、賢さを上げることができたらもっと大きな効果が得られるはずなのじゃと。そうなんですね。あ、おわしは自分が売られとる町を教える案内係のようなもんじゃ。ああ、
あ、自分は変わってないのね。ね、あのこのサイレスのね、昭和は結構いいんですよね。あ、ラルファ。あ、サイレスはもう必須ですよね。よいしょ。昔わしら賢者はラスタマンという力各地に散らばり、人々に呪文を教えていたのじゃ。しかし呪文の書が売買されるようになってしまって、わしらの役目もなくなってしまっての、仕方なくこの辺でゲームをやり始めたら、だんだんと人が集まってきてな、今では村にまで発展してるとよ。ここはワンでは村じゃなかったのかもしれないですね。小さい場所だったのかもしれないですね。わしはヒュール専門家なんじゃが、あ、ヒュールの専門家なんじゃが、ヒュールより効果のある攻撃呪文を研究しておるのじゃ。これさえ完成すれば、また昔のようにもてはやされるようになるんだろうと、もてはやされてたんですよね。ほえたたたた。あ、ここはそうですね、行きましょうね。じゃあ次行きましょうか。どこだっけ。あ、分裂するんだね。アトラス遅いな。ねえ、これ1当たるからね、多分当たり判定がヒットしたら最低でも1当たるってパターンですね。何か持ってなかったかな。ああ、持ってないね。よいしょ。まあ、とりあえず行けるとこ行きましょうということでしょうかね。ちょっと待ってね。あ、そうか、このゲーム確かマジックポイントがね、マジックパワーか、これがレベルによって魔法のレベルによって唱える唱えないがあったんじゃないかな。あ、順番間違えちゃった。こっちはあら、あ、こっちよね、うん、こ あれ違うか。あ、違うな、こっちから来たんだね。上から来たんだんで、こっちで正解なんで、ね、わあ、これはまたダメージ食らうね、遅いね。あ、痛いね、結構ね。でもレベル上げ、うん、上がりそうですね。え、はいはい。で、こっちを行って、こっちを行ってもいいのかな。ですね。西にね。どんどこどんどこ西に向かいましょう、とりあえずね。はい、倒しましたね。アトラさんレベルアップしました。で、7ポイントね、今度はね。とりあえず1、2、3、どうだろう、4、5、6、素早さいるかな。7だったら素早さいるよっか、ね。トイレ、トイレでこっちですね。あ、ここだ、ここだ、マスクーンの町ですね。はい。あ、道具屋ね。あ、そや、おい、もんなしなんだわ。太鼓さん思い出すね、もんなし言うとね。お客さん悪いね、まだ何を売るか決めてないんだと。表しの数字が全然売れなくなったもんでね、代わりに何かいいものがないかでずっと考えているんだよと。あ、ここ表しの数字ってたとこですね。もう今モンスターが見えちゃうんでね。ジェストン様の後継者がもうすぐ発表になるらしい。一体誰になるんだろうと。あ、ジェストンと言いましたね。子供が元気なのが一番じゃ。わしはこのマスコンの蝶々のコールスじゃ。はて、お前さんどこかで見たことがあるような気がするが、どこであったかのと。ほいほい、この右手の傷は若い頃にナイフを使っていて切ってしまったのじゃよと。そうなのね。わいわい、この家は隠れるとこがいっぱいで面白いんだよと。あ、あれあれあれ、はい。ね、あ、また喋っちゃった。なんかないかい。あ、びっくりした、僕隠れんぼしてるんだと。おー、わー、あ、ここなんか現実的になったな。いらっしゃい、うちにはいい武器しかねえよ。何買ってくれるんだいと。また来てくれよと。ここから北のリーゼルの東にシレヌ洞窟というところがあるのじゃ。昔はそこに武器などが保管されていたのじゃが、いつの間にやら全部なくなってしまって、しまったのじゃよと。あ、そうなんですね。うちの子供たちったら一体どこに行ったのかしら。まさかまたフォルスさんの家でかくれんぼしてるんじゃ。フォルスさんは子供が好きで、うちの子供たちが家の中を走り回っても怒らないのじゃ。
どうせまたほうほうほう子供は元気なのが一番じゃななんて言って喜んでるのとその通りでしたね。ほだらここはもういいのかな。いいよね、いいですね、ここはもう終わりですね。じゃあ北の白の洞窟の方に行ってみましょうか。レベルが3になりましたね。北は、あ、こっちじゃなくて、こっち南はもう何もないのかな。南は何もなさそうですね。ここなんかあったような気がするんだけどね。ワンだったかな。はい、で、北ですね。で、試練の洞窟。試練の洞窟ね。あらら。試練の洞窟は、あ、まだかな。あ、どうだろう。はい。はい。あ、これか。あ、じゃあね、あら。当たっちゃったのね。じゃあね、ちょっと時間も良くなったので、この辺で終わっておきたいと思いますね。PC88 のエビ伝説2ですね、パート4。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。